もう前から行こうとしています。そしてここからスコランドに赤入れる。さあチャンスになるか。ラリウェイ一応戻した、一つかわしてシュート。決めた茶島、ナイスゴール。冷静でした。一人かわして右隅へ決めていきました。ラリベイが一度戻して、そして茶島決めてきました。いやあ、もう間違いなく僕も思わず声を上げましたけども、最初の熊谷アンドリーのインターセプトパス、はい、最高でしたね。移籍初ゴールになりました茶島。ここですね、そして受けたラリベイ、またしたら最後抜いてきました。まあ、この茶島もおそらくダイレクトで打てるようなボールを欲しかったかもしれないんですけど、そこはやっぱりボールのラリー